よし。やっと入りました、テロップが。こんばんは。1個目は、お、あきさん、ありがとうございます。イエーイ。ちょっと感謝枠なんで感謝が違ってた。危な、ほんまに危ない。ゆういちろうさん、かわいい、ありがとうございます。母さん、花束、ありがとうございます。アリサが気になりかけ中。おお、始まりましたじゃない、始めまして。ありがとうございます。ダダン、 ST48 広島県出身のアリチョウこと美濃翔里沙です。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。アリサが気になりかけ中。ブルピーブルピー、ヤッホーイ、ヤッホーヤッホーヤッホー。てっちゃん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。しら、ほんまやね、ほんまに黒ダメやな、ほんまに、ほんまに黒はダメなんですけど、学ばないよね、ちょっと。そう、黒は白飛びするんですけど、ちょっと学ばないですよね、すいません。じゃーん、アメウィンクのこのあかりんさんの T シャツ着ちゃった。こんばんは。2日間ありがとうございました。こちらこそですよ、こちらこそ、お疲れ様。うん、アリサ号、アリンコ号だった、アリンコ号、こんばんは、ヤッホー、みんなありがとうございます。始まりました。あはは、昨日ありがとう、ショウゴくん、ありがとうございます。ピース、ショウゴくんバッチリ覚えてたやん。マンモスウレピー、マンモスウレピー、コワコ、お疲れさんした、ありがとう、フォローしました。お、気になりかけちよさん、ありがとうございます。めっちゃこちらが気になってきた、ありがとうございます。やったね、ピース。近くに来ると、そっか、で遠くに離れとけばいいんか。フォロー失礼します。フォロー全然しちゃってください。 STU ファンさん、ありがとうございます。フォローよろしくお願いいたします。8月11日会いに行けなく、あー、ミラピョン、全然大丈夫だよ。初個別握手会参加したよ、ありがとう。そう、緊張したけど、よかった、嬉しい。クールな T シャツやで。オーディションの時から一番気になってたよ、きよしさん。マジ、嬉しい。オーディションの時からなんや。ありがとうございます。ありがとうございます。アリマリに推しになった握手会でした。若月が、マリーナも、マリーナもハマってもうた。昨日昼から握手すごい楽しかったよ、ありがとう、ありがとう、マウさん。9月1日行くよ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、うれぴー。ぼちぼち覚えられたか、もときちゃんも覚えた。もう覚えやした。ラストで芋連番した。厄介でした、おもろい、ありがとうございます。おもろい、通知来たから飛んできた、ありがとうございます。来年会えるから待ってて、ね、待ってます、イエーイ。コメントが早いぞ。どうしたこうした、こんちゃー、こんちゃー。大阪再販撮ります、ありがとうございます。ツイッターもあげました。そう、さっきメンバーツイッターも上げたので、まだ見てない方は見てね。みのしさん行きたいよー、待ってるよー。のいのいさん、ピース。9月の78の何やったっけ、東京、9月の78はどこでしたっけ、東京だ、東京流通センターと15日の大阪も再販してるので、よかったら待ってまーす。芋連番。いや、あれは謎だったね、面白かった。ツイッター見た、本当に。ピン、ありがとうございます。メンバー見たで、ありがとう。すでにアリサ部署、くさとさ、ハートじゃねえわ。まあ、あと、バラ、ありがとうございます。お目が腐ってきた。やばいやばいやばい。いいねはしたぜ、お、いいねはしたぜ、ありがとうございます。俺ピー、さっき、そう、さっき載せました、見てね。
コメントを返しといたよ。おー、ありがとう。大阪行く、待ってます。昨日ありがとう、可愛かったよ。おー、さやちゃんもありがとうございました。めっちゃ久しぶり。メンバーの返信めっちゃ見てる。めっちゃちあのアリサが上げたやつじゃないやつを見てるんだけどなんかみんなどんなこと書くんかなと思ってキュンとドレミ歌ってくれてありがとう。ドレミ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 、後ろのサード N でしょ。サードサードサードは N か R か、 N でしょ。サードって 3ND。 サードサード、コメント返したい。 ありがとう、あやちちゃん、うれぴー、おばんです、おばんです。早くマリサ不足早すぎんか。R やで、嘘嘘だ。サード R だったっけ間違えた。 R ってことにしたか。これ R にも見えんことはない。え、サードって R だったっけ。あ、マジかピー、間違えちゃった間違えたなサンドや、サンドサンドシングル大好きな人。セカンドお前よ。あ、セカンドだったら N なんですか。サードだったら R な。あ、そうなん。それは紛らわしい。あ、セカンドは N でいいんだ。サードは R。 はよい。パイナップル増えてない。パイナップル増えてないよあれじゃない、映る画角じゃない映る画角が変わったんかな。サンドシングルや、サンドシングル挟んじゃった、挟んじゃった、おもろい挟んじゃった、オッケー名前そろそろ戻したらいい。名前誰だ、アリサ気になってる、誰だこんばんは、今日も綺麗です、ありがとうございます。ルルルルルル、サンドでええよ。4枚目が出たらフォース。フォースは簡単でしょ。4フォースでしょ。スだから TR じゃない、 TR、 あ、 TR あるじゃない TH じゃない4TH なんでさ、ファースト、セカンド、サード、フォース、フォースまで言い方があるのにさ、5からはないんですか。5枚目とかでしょ、5枚目6枚目になるじゃんち並べますよ。再販追加したよ、つゆたる、ありがとうございます。あ、フィフス、あ、フィフスか、フィフス5枚目はあるんか。フィフス6枚目はシックスス6枚目はないんすか。7枚目はセブンス、エイス、ナインス、テンス、テンスアリスのセンスかったよ。おー、ありがとうございます。センスよね。センス、ありがとうございます。グッズが売ってあったらしいですね、握手会場に。びっくりした。へぇ、点数。なるほど。難しいね。キャロットか。キャロットか。なるほど。やっほー。仕事戻ります、部下に見つけたうっけー、サイド計算頑張ってください。ピースファイトロブー、オレンジの帽子持ってきたどうすか、てれん、オレンジ帽子、センス、センスいいね。タラランラランなおす、なおすかわいい、ありがとう。ピースいい、トゥルルル、みんなグッズゲットできたかい。ベレー帽、てってこてん、
髪がボサボサやからどうやってやろう。これをふいっとやってボサボサを隠したいと思います。こんにちは、今日こそ対戦するで、対戦しよう。これで白飛びは先駆なるかもしれない。あ、無理だ。無理だ。アリシャ、すごい似合う。Thank you。センス買った。ありがとうございます。ピッ。タッ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 。ハロウィンっぽい、確かにね。確かに言われてみたら。一瞬出ていろいろ考えてやばい自分あれ。何回出るよ。めっちゃおもろい、ありがとうございます。嬉しい。大君をウィスピース大君ベレー帽、そう今日かぶってたこれ。可愛いでしょ、夏用だから涼しいよ。スースーしてます。スースー生地です。昨日もしもしだったけど、次はアリちゃんの件で行くね。嘘、フッティさんありがとうございます。うれぴーうれぴー。はじめましての方がいっぱいいて嬉しいです。土曜日はひなちゃん連からこそ見てた。おー、あつしさんありがとうございます。そう、土曜日だったからね、17日の土曜日はね、ひなちゃんとおきちゃんと隣だったから、もう超どうしようかと思ってたけど、そう、ひなちゃん連はいっぱい並んでるじゃないですか。だから頑張ってね、手を振って。そう、ひなちゃんと握手しまちの方で並んでる方がね、もう暇そうにボケーってしてたから。手振ってみた。そう、手振ってみました。なるほど、そう、なるほど。ボケーと並んでたからちょっと手振ってみたんです。そう。届いたかな。あれさ、隣のレーンに並んでた時、後ろの人にアリちゃんレーンのショールームも押しておいたよ。嘘、アリさん隣のレーンなの。あざまるチャコキッチン、奪ったるん奪ったるん。届いてるな。そう、本当にそれ大事よね。結構大事なことに気づいた。日曜日は隣はね、あれだったんですけど、なんだ忘れちゃった。でも近くにまいちゃんレーンの方とか、あとみちゅレーンの方とかも見えたからね。ちょっと手振っといた。チョロータさん遊びに来てくれるかなと思って手振っときました。宿題やってくれたみんな。宿題はやってくれたが、視線を感じた気がする。本当にナス並んでたらアリさんに手振られるな。おマリーナレーン見えたの。マリーナレーン見えないけど、マリナがね言ってた。マリナが言ってたよ、ナオヤくんが来たってから。だからそう、ソラハがね怒ってたよ。ソラハが怒ってたよ、ナオヤくん。宿題やった。お、宿題やりました。チョロデスに出し面白い。会えなくてピエン、アリサもピエン。東京で待ってるやん。アリちゃん欲しいだって。嘘をつゆたるちゃん嬉しい。ピス、わろわろわろ。ほんまにわろわろわろ。直也くん釣られたやろ。マリナに釣られてたやろ。ズーミンハートありがとうございます。チャラリの感謝枠に参加しました。誰がチャラリの感謝枠やねん。そんなんないやろ。ありがとうございます。でも楽しかったね、やっぱ感謝枠は大事ですな。マイキ推しの友達はアリちゃんクエスチョンと変わってた。そうそうそう。いや面白かった。マイキ推しの方がね遊びに来てくれたらクエスチョンってやったらみんな喜ぶ説。めっちゃ面白かった。そう、やっぱマイキ推しの方はクエスチョンが好きなんやなと思って。そう、マイキ推しのね並んでる暇そうな方にねクエスチョンってやったらねみんなやってくれたもん。
そう並んでた方ね4人ぐらいねクエスチョンってやってくれた。めっちゃ面白かったよあれは、ほんまに笑ったそう並んでる方で暇そうな方がねアリサを見てくれたからクエスチョンってやったら、そうみんなクエスチョンってやってくれた。面白かった。そうそれでねクエスチョン推しがね来てくれたら、そうクエスチョンアリサは好きですかって言ったらねみんな喜んでくれた説、面白かった楽しそうでした。チョロキュー、チョロチョロキュー、アリサが手振ってくれ嬉しかった。姫野ちゃん嬉しい、ありがとうございます。そうなんか浴衣祭りだからね昨日は、そう昨日は浴衣祭りだったので浴衣で来てくれてる女の子とかも見ましたしね。そうあの男の方は、男の方はあのジンベイやっけ、短いやつでしたっけ、ジンベイ、ジンベイっていうかね、あのジンベイを着てくる方とかもねいっぱいいて、みんなおしゃれやなと思いましたねそうさすがじゃない、みんなムーバーが浴衣着てるからってね浴衣着て来てくれるのは嬉しいですね。めっちゃよかった。ジンベイ、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 いっぱいおったいっぱいおったんよ。そう夕方良かったで、メールはそのままでした。ありがとうございます、ありがとうございます。土日は楽しかったで、あ藤原さんありがとうございます。藤原さん一応ありちゃん TikTok うまそうって言ってた。 TikTok うまそう、絶対下手くそよありさTikTok 絶対下手くそよ、ああいうの苦手だもん、あ編集系、編集系苦手よ。浴衣の女の子多くて嬉しかったね、可愛かった、可愛かった。おしまししちゃった姫野ちゃん、ありがとう嬉しいまたよかったら遊びに来てください待ってるよ。乱突愛ちゃんの髪型本当にあやさん嬉しい、ありがとうございます。やっぱ広島だからね、そう浴衣自分で持って行ったんですけど、よかったよかった本当に。でもね東京とかのやつはね自分で選べないんですよ、AKB さんの握手会の方はねあのもう決まってるやつを着たんですけどね、今回のやつはね自分で持ってってない人もね選べたんですよね。何個か候補があってから、そう自分で選べる方式だったから、みんな好きな浴衣が着れて、みんなニコニコ笑顔だったねみんなニコニコ笑顔でした。おちゃんこさん花束ありがとうございます、ありがとうございます。みちが言ってた本当に、そう選べたからね、みんな自分が好きなやつ着れてよかった、うん、よかったよかった。希望が被らんかったなって、すごくない、希望が被らなかったらしいですよ、それは良きだね、良き良きアリサはさくらんぼの浴衣を持ってきました、どうだった？さくらんぼどうでしたか？あれ可愛くない？普通さあの浴衣はさ和柄とかを想像するんですけど、花とかね花柄とかが多いけどね。そうやっぱアリサはねパリピだから。そうパリピだからそういう花柄とかの和柄とかじゃなくてね、もうレトロな今風のね、そう今風の超パリピな柄がね好きだから。さくらんぼそうチェック柄だったんですよ、そうチェック、銀ガムチェック、黒白の銀ガムチェックにさくらんぼがでっかいくダーンって書いてあるパリピ柄でしたどうだった、何着ても可愛い、本当に可愛かった。そうママセンスです、ママセンス、ママが浴衣見終わったら一目惚れしたんやって、あれにあれに一目惚れして、そう別にね浴衣着るっていう決まってなかったんですけど、その時は決まってない時からもう一目惚れして買ってしまったらしい、やばくない着る時なかったらどうすんやって感じなんですけど、着る時あってよかったパリピ浴衣でした、可愛すぎて見たことないからでもそれでしょ、見たことないよね、あんなアリさんもびっくりしたもん、最初びっくりした本当に、最初は嘘これ着ないといけないのと思ってやばくないこれと思ったけど、いざ着てみたらなんか似合っててよかった意外と似合っててびっくりしたよ、
やっぱああいうパリピ柄が似合うんやなと思ってよかったよかった。お悪い博士小包ありがとうございます。ママもお揃いだったらやばい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 、よく似合ってた本当によかった。あれね、浴衣ドレスのドレスバージョンもあるんですよ。あの下が短いさスカートみたいにひらーんってなっとる浴衣ドレスバージョンもあるんやけどね、さすがにあれはお子ちゃますぎて浴衣ドレスってお子ちゃまなイメージない？だからあれじゃなくて普通に浴衣にしたんですよほんまに最初はびっくりしたよ、嘘でしょこれと思ってこれそう小さい子が着てるやつ、そう浴衣ドレスあれはねもうお子ちゃまだよさくらんぼの妖精に見えた？嬉しい。ででーん。ででで。女の子が可愛いよね、アリちゃんって出た。うっそー、嬉しい。ココちゃんキッズホテルって一緒に行ってた。そう、みんなに言われた。ポップティーン、ポップティーンやったかな？なんだっけ、ニコプチだったかもしれない。わからんけど。ニコプチはひどいよね。ニコプチだって小学生だもん。小学生の雑誌だよ。ニコラだったら中学生だけど。みんなひどい。みんなキッズモデルみたいでキッズモデルで絶対乗ってるってひどくない？ニコプチはひどいよねまあ読んでたけどさ、めっちゃ読んでたけど、そうニコプチめっちゃ読んでた小学校の時まあニコプチは小学生だ、ニコラだったら中学生だけど、てかもう高校生になるしもう高校生になるし、うん、ポップティーンはまあ歩みも乗ってたからまあいいけど、ニコプチはひどいわニコプチ小学生じゃないわ誰が小学生やね。今日例のやつついたから送るね、マジ雄一郎さん、イエーイ、ありがとうございます、嬉しいココちゃんのストーリー乗ってた、そうストーリー乗ってました。キッズモデルできるだろうなでもみんなが早く早くキッズモデルさせないともうキッズじゃなくなるって焦ってた、なんかなんでみんなが焦るんやねんって思って、ほんまに面白いみんな。そう誰やったかな、誰か言ったかな、ココちゃんとあーちゃんとパルトとか持ったな、カオちゃんとかみんなほんまに面白い、うん、早くキッズモデルさせないともうキッズじゃなくなるってから、みんな焦ってたんやけど、いやもう焦らんでってそんなおもろくない大人になりますよピコラ？ピコラって何？ミッキーより可愛いアリスだからそうあーちゃんはねミッキーよりも可愛い面白かった、あーちゃんついて乗ってた乗ってた、嬉しいサイズ可愛いのがたくさんありゃ、アリササイズなんだえだえ、アリササイズならいっぱいおるやんいっぱいおるよ、できるときやっとこう、それな、まあ、あの浴衣はね、もうそうやね、高3ぐらいになったらもう無理やけね高1、高2ぐらいまではまだあんま変わってないかもしれんけ、アリサ次第やけど着れるかもしれん、まだ高3ぐらいになったらやばくない？あーちゃんの浴衣が短くあれね、ミッキーより可愛い、面白い、それなミッキーより可愛い、夢の国可愛いみたいなそれはおもろい、アリサの LINE のトップが福ちゃんのピンって聞いたんやが、なんで知っとん？そうやでー、そうやでそうやでー、トロちゃんのアグはトロちゃんのアグやばくない？そう普通にコウゴちゃんの写真を撮って撮らされてたんですよインスタにあげるようなね、そうコウゴちゃんのやつを撮ってたらトロちゃんが来てくれてからと思ってトロちゃん撮ったらね、アグが見えちゃってたトロちゃんやばい、かわいいピコラはチョコレート、あチョコレートなんですか、反抗期なさそう、マジ反抗期です今今というかずっとよ、ずっと反抗期、小5ぐらいから、小5ぐらいから5年間小5ぐらいから今まで5年間
まだ高校生になっても反抗期あるね。トロちゃんが笑った。トロちゃんのやくない？ほんまにかわいい。タラララッタラーン。マジか。でもね、あれをネットで買ったんですけど、あのネットでさ、なんかモデルさんが着てるじゃん。そう、こんな感じの浴衣だよーってからモデルさんが着てるの見たらね、そのモデルさん結構ね、そう、結構年齢上の方だと思う。18ぐらい、18、19ぐらいの方やった気がするよ。そんな子供じゃなかったやけ、まあまあワンチャンいけるかなと思って。ドゥルドゥルドゥ。反抗期は長め。反抗期は長め。ピース。マリーナにアリサを褒めさせた。ええー、と喋ってた。嘘。嬉しい。嬉しいな。今のサイズでパフォーマンスが見たけ。今のサイズで嬉しい。パフォーマンスはでかくいくよ。ギャップ的な感じ。そうやね、5歳も上じゃねえか。5歳は若いじゃねえか。 ST 入れるで。入れるで。トゥルトゥルトゥル。帯とか髪型変えたりするし、確かにね、帯あれ変えれるんですよ。赤で後ろは黄色だからね、どっちもいけるって感じの帯。可愛いでしょ。そう、可愛いでしょ。アリサは赤が好きだから赤にしたんやけど、そう、でもちょこっと黄色が見える感じにしたんですよ。ポイント、でで、赤をね、そう見えるようにしたんですけど、折ってもらって黄色も見えるようにしてもらった。そう、どっちも見せたかったから。可愛くない？可愛くないっすか。そう、リバーシブル、黄色でもいけるっていう。赤がいいよね、やっぱり赤の方が可愛い。赤と、そう、赤リボンとイヤリングも、そう、耳にもさくらんぼつけてた。なんかそう、あれはね、全然揃えたわけじゃなくて、普通にさくらんぼイヤリング持ってたから、そう、神だと思った自分。情熱って、情熱やろ。情熱。あ、そう、着せてくれる方がいるんですよ、ちゃんとね。自分では着れないよ、さすがに。さすがに着れない。そう、本当にね、最初ね、本当申し訳なかった。着るとき、名前を聞かれたんですよ。名前を聞かれてから、峰橋ありさですって言ったら、ありさは自分で持ってたやつだからさ、浴衣はないじゃないですか。なのに一生懸命探してくれよってからさ。そんなこと知らずに、普通にありさは自分で浴衣を持って歩いてたんですよ。そしたらめっちゃ、あ、峰橋さんなくないみたいな、めっちゃ探してくれて、あ、自分で持ってきました、すいませんってなった。本当に申し訳ない。めっちゃ探してもらってたよ。さくらんぼつけよ。さくらんぼつけてよ。そう、そしたらよう似合うね、この柄が。言われた。面白かった。そう、こんな今時こんな柄があるん、よう似合うね。めっちゃ面白かった。今日の T シャツ、雨のピンポーン、ダダダン、雨ウィンクのセクシーなお姉さん。セクシーなお姉さんです。じゃじゃーん、パルトみたい。パルトみたいにセクシーだ。めっちゃ可愛かった、本当に。イエーイ。似合ってる、嬉しい。セクシーでしょ。自分以外で可愛かった人？いや、それみんな可愛かったよ、結構。みんな可愛かったけど、やっぱ浴衣のお嬢様のトロブユリ様はね、さすが可愛か、渋かったね、なんか。そう、全部トロちゃん持ってきてるのよ。東京の時もそうだし、あの花火大会のデートフェスの時もそうだし、そう、全部トロちゃんは自前でから。さすがやね。そう、めっちゃ全部何もかもが可愛い。高そう、ほんま。
そう、浴衣のお店のお嬢様、トロブユミリリリトロブユリさん、ほんまに全部可愛かったね。そのどん時の浴衣も可愛かったけど、昨日のやつはめっちゃ赤の、そしたら渋い系の色だったね。そう、全部して前すごいよね。噛んでるしめっちゃ噛んだ。でもコウゴちゃんのやつも可愛かったな。コウゴちゃん結構そう似合ってた、レトロ系の赤に帯が黄色にしててめっちゃ可愛かったしね。あと葵ちゃんも可愛かった。そうだよ、トロちゃん浴衣のお店のお嬢様だよ。葵ちゃんはね、緑やったかな、葵ちゃん緑に帯が黄色出てからめっちゃ可愛かった。やばかった。ココはね、朝さ、朝めっちゃ早かったからさ、浴衣の髪の毛とかもしないといけないから、そうめっちゃさ朝早く集合だったからさ、そうもう寝ぼけてたんですよ。寝ぼけてた時に出会ったからさ、もう誰かと思ってからさ、誰って言った。ほんとびっくりした。ココアは朝見た時びっくりしてから、誰って言ってしまった。びっくりした、あんまり。あた、おきちゃんは様になってたね。おきちゃんおかみだった。そう、旅館にもうそのまま降りそうだったもん。おきちゃんはもう様になってた。ココアはかわいすぎた、びっくり。そう、朝も寝ぼ、めっちゃ早かったもん。だから寝ぼけてさ行ってたらさ、目の前に現れてから、誰ってなった。お前びっくりした。重いって言ってたよ。重いのあれめっちゃおもろい。おかみがいや、でもカオちゃんも可愛かった。セクシーでお綺麗でしたね、カオちゃん。大人の感じ。みんな可愛かったよ、選べないさ。あとはね、あっ、トン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 、コウコちゃん可愛くない？ほら赤可愛い。みんな可愛かったよね。そう、みんな可愛かったよ。トロちゃんでーす。トロちゃん、アゴ。かわいい。カオちゃん白すぎ、それは。そう、カオちゃんマシュマロ。金曜パチさん、バラありがとうございます。そうそうそう、ありがとうございます。選べないさ、色っぽい。いや、色っぽい、それな。でもね、アリサはね、何やったかな、アリサも一応見てたんですよ、みんなが選ぶ浴衣。自分で持ってくけど、一回そう、みんなが選ぶ浴衣をね、一覧表を見てみたら、そう、みんなそんなあったっけって感じの浴衣ばっかりやったけど、アリサはね、あ、これがいいなって思ったのが一個あったよね。赤の、ストライプ柄だからね、可愛いなって思ったやつはね、多分チッホが着てたやつだと思う。そう、チッホが着てたやつの浴衣がアリサは可愛いなって思った。赤の、あ、何だっけな、白地に白なんですけど、白に赤のストライプのやつが可愛かった。なんか赤多めじゃなかった？結構赤率高くなかった？あーちゃんも赤が着たかったらしいから、そう、赤着れてた、可愛かった。赤率高かったね。初見です、女の子です。お、嬉しい。 HKT の鹿児島の昼公演と夜公演、 HKT さん、あ、鹿児島、なるほど、ありがとうございます。ST48のミヌーソリサです。よかったら右上のハートをポチッとして、ルームフォローよろしくお願いします。イエーイ。あ、福ちゃんも赤だった。そう、福ちゃんも可愛すぎた。福ちゃんは可愛い。てっちゃんハートありがとうございます。髪型途中で変わった。そう、2つのね、ミッキーみたいな髪型にしてたらちょっと乱れすぎてからそう思った。あれはね、ちょっと間違えたんですよ、髪型。あ、はじめまして、リーさん、ありがとうございます。リーさん、初
ケンさんがたくさん嬉しいですね。じゃん、 ST48 広島県出身の14歳ありちゃんこと箕輪沙里沙です。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローよろしくお願いします。そう、なんかね、このミッキーみたいな髪型にしてたんですけど、なんかもうちょっとさ、きっちりした、きっちりとしたというか、固めの、何、固めのお団子にすればよかったなと思って、なんかふわふわ系のお団子にしてもらったからさ、すぐなんかボロボロこぼれててからさ、わかる、なんかふわふわ系のさお団子にしたらさ、ゆるいからさ、なんかボロボロさ崩れてってからさ、もう3部ぐらいでもうね崩れてから、7部までもたんってなったから、そう、休憩の時に変えました。そう、どんどんさお団子からさ毛が出てきてからさ、どんどんボサボサになってくんだもん、ほんとびっくりした。ツイッターフォローしました。おー、ありがとうございます。だから、そう、なんだっけ、かほちゃんにね、かほちゃんに髪型何がいいと思うって言って、三つ編みがいいと思うって言ってくれたから三つ編みにしました。でも三つ編みでもね、ただの三つ編みじゃなくてね、すごいアレンジしてくれたんですよ、メイクさんが。だからちょっと可愛い系の三つ編みだった。なんか三つ編みを2個三つ編みを作ってから、その三つ編みと三つ編みをこうぐるぐるしてからみたいな、でなんか引き出してみたいな、なんか結構凝った三つ編みにしてもらいました。そう、スプレーしてもね崩れたんよ。まあ、アリサが暴れすぎたんかな、分からん、なんでやろ。なんか暴れすぎたんかもしれん。もうちょっとなんかきっちりしたさ、崩れにくそうなきっちりしたお団子にしてもらったからよかった。ほんと間違えた、失敗だ。三つ編み、なんでもにゃーなん知ってる、三つ編み、インスタグラムに上がってるね、浴衣。ほんとにメイクさん、そう、フィッシュボーンってやつっぽかった。あ、フィッシュボーンがなんかよくわからんんですよ、あれ。魚がどうしたんって感じ。フィッシュボーンってどんなんなんですか。どっちも可愛かった、本当に。うれぴー。そう、暴れすぎたんか知らんけど、そう、ママにね、そう、ボサボサだから帰りなさいって LINE が来てから。そう、嘘と思ってから。そう、アリサは普通に気に入ってたんですよ、あの2個団子ね。そう、でもそう、もう崩れてからボサボサだから変えてーって LINE が来てから、浴衣に合わんって言われてから、すいませんでしたって感じ。申し訳ないです。LINE が来た。そう、アリサが多分何メールとかで送ったんですよ、メールとかでね、そう、今日の浴衣だよーって感じで写真送ったら、そう、その髪型はボサボサだから変えてみたいな。失礼いたしました。申し訳ない。2日間長い、長時間か。長時間お疲れさん、ありがとうございました、皆さん。本当にそう、嬉しい。初っ端というか、何でしたっけ、初日の広島で、しかも広島の地元のね、広島セカンドシングルの時は1日だったんですけど、今回は広島が2日間に増えて、そう、完食できるかなと思ってたんですけど、結構早めにね、早めにあのおすすめの方の浴衣の方は完食になって、そう、それで何、完食にね、浴衣の方がなったから、17日もおすすめですって言ってたら、17日の初日の始業式の方も、そう、完食にもうなって、嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、もっと、やっぱりね、何、握手会をしてみたら気づきますよね。もっともっと、もっともっと、握手に来てもらえる方を増やせるように頑張っていきたいと思います。ピース。やっぱあれだよね、感謝枠の、ツーショット写真会の時とサイン会の時になったらね、すごい並んでくれてから、
そう、中には初めましての方とかもいて、初めてサインもらいに来ましたとか、初めてツーショット撮りに来ましたとか言ってくれる方がおってですね、そうやっぱとりあえずあの鑑賞枠が出たらさ、あの鑑賞枠を、鑑賞枠なっとるこの子と思ってさ、鑑賞枠のところを買ってくれるんやなと思ったので、そうですね、次のフォースの目標は全部鑑賞枠にするよ、できるように、もっともっといろんなファンの方をね、いろんなメンバーのファンの方とね、つっていきたいと思います頑張ります。そう、鑑賞枠、お、この子鑑賞枠出とるんやと思ってね、その鑑賞枠に初めて来てくれる方とかがいっぱいいるんやなと思ったので、その鑑賞枠だけじゃなくて普通の握手会の部もね、来てもらえるように頑張ろう思います。釣られました本当に釣っていきたいと思います頑張るね、いろいろ頑張るわ、できることを、ショールーム見たらみんなそれなそのショールーム見てきましたっていう方が多いですね。一番押し増しの時とか、押し増しの時間に来てくれる方は、そう、ショールーム見てから来ましたっていう方が多いので、やっぱショールームは大切ですねショールームって大事ですね。またすげえわ、このショールーム解説してくれた前田社長、ありがとうございますありがとうございますくだい、私の忘れんとき違うだってさ、剥がしの方もさ、初めての方だからさ、そう、何枚ですって言ってくれないから、とりあえず1枚渡したらさ、あ、2枚ですって、ああって感じになるんですよちゃんと2枚って言ってほしいですよね、もうほんと言うのが遅いんだとりあえず何枚やろ、1枚かなと思って渡したら3枚だよってすいませんすいませんでしたって感じだよショールームありがとうです、めっちゃ楽しいわ、ほんまに本当ですか、かよがめっちゃ楽しい、嘘、本当にコミュ障だから心配だけど、ぜひぜひ遊びに来てくださいマリーナ1枚でもいっぱいしかウケる、マリーナあれじゃ、とりあえず渡したんやろ、あの紙をとりあえず紙を渡したんやろ、マリーナ、おもろい。昨日は家でみんなのアリちゃんとの握手会のレポート見てもらえ、ああね、みんな書いてくれてありがとうございます。たくさん可愛いって言ってくれて嬉しかった、はるかちゃんめっちゃ可愛かったもん、びっくりするよ。初見です、トミーさん、ありがとうございます。ダダン、 ST48 広島県出身14歳のアリちゃんことミノシアリさんです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします。ピース、イエーイ、コミショーしコミショー、コミショー、アリショトーク面白くて握手してなかったそれな握手会ありがとう、ありちゃんからいっぱい喋ってくれ、嬉しかった、本当によかったわ、よかったです、ぴょんよかった、よかった、剣預かる子寝てたもんね、嘘寝てはない寝てはないけどボケーっとしとたな、基本的に人見知りだよ、わたぴもだよ、マリーナに何人推しか聞かれたの、浴衣ぶち可愛かった、ほんまにありがとうございます、カリカリ鼻がかゆい猫、うん、かけんくらいノープランでしょ、ここらノープランで OK ですよ、あっち向いてほいで、あいちゃんがリベンジ待ってるよ、握手会楽しそうですね、トミーさんもぜひお待ちしてます、フォロワー1万人まであと210人、おお
あともうちょっとだ。あと210人。タラララ、サザエさん頭また見たい。サザエさん頭自分でできないんだもん、やりたいんですけど難しくない？こんな低いところでさ、お団子にする技術がアリサにはないんだよね。うん、話すことないとか言いながら延々と喋るのがそれな。いや、おもろい。昨日ありがとう、楽しかった。泉ちゃん可愛すぎた、びっくりびっくらぽんやで。また来てね泉ちゃん。グレピー、空晴れんでありちゃんに会ったから悪女言ったようなもん。土曜日に空晴れんでありちゃんに会ったから、あー、そういうことね。そういうことか、ありがとうございます、嬉しいわ。語彙力ないから好きとかわいいしか言ってないよん。嘘、聞こえなかったよん。まあ人見知りな、人見知りになるよね、みんな人見知りになっちゃうよ。ほうほうほう、あくしゅ元気もらって好きやで、ほんとにうれぴー。寝坊するような内容があんまりないから。それな、みんないっぱい買ってくれてるからね、本当ありがとうございます。レイの雰囲気も良くて楽しかったよ、本当に。さくらんぼ可愛すぎた、もっとツーショット撮りたかった。おー、嬉しい。さくらもちちゃんも浴衣は可愛かった。さくらもちちゃん泣く場合は全然そんなことないよ。つらい、分かった、本当に本当に良かった。釣りが苦手だからね、アリサ。釣りが苦手だ。魚も釣れないし、人も釣れないから頑張るね。もっと頑張るよ。今度ツーショット撮れたらめっちゃアイドル顔お願いします。どんな顔？アイドル顔？わかった。トロちゃんに学んどく。トロちゃんのアイドル顔抜群だから教えてもらっとくね。ノープランで言ったけど剣足りなかった。ネイビーム、でもネイビーム考えれてよかった。今度コウコちゃんに聞いてみてよ、ネイビームちゃん。今度コウコちゃんに考えてもらってみて。コッコセンス、来月の剣ポチりました。マジか、嬉しい嬉しい。9月1日が本当に楽しみ、イエーイ。9月1日を初めて東京で感謝枠が出た記念日なのでね、頑張ろう。毎回ノープラン。マットさん。毎回ノープランマットさん、おもろい。蜂蜜の人、しゅんちゃんかわいい、ありがとうございます。一言も話せなくて先生嘘つけ。ちょびちょびさ、めっちゃ喋るやん。めっちゃ喋るで。さらに大好きな2日間だった、嬉しい。アルカちゃんありがとう、嬉しい嬉しい嬉しい、本当に楽しかった。また会いたい、また会おう、あやちちゃん。アリサレーン女の子多いですか？でも人並みぐらい。人並みぐらいじゃないですか。そんな少ないほどでもなく、でも女の子ばっかりってわけでもなく。そう、でも来てくれます、女の子も、ありがとうございます。ピース、アリサと同い年ぐらいの子も来てくれる。嬉しい。アリサと同じ年ぐらい、中学生ぐらいの女の子も来てくれますね、ありがとうございます。コッコちゃんに980円だかけ。いやだってコッコちゃんがあの人の服高そうじゃないって言ってたから、980円らしいよって。そうしたら笑ってたよ。トゥルトゥルトゥトゥトゥ、僕のことは釣ったの？嘘、大君釣れた？ブーンピョン。9月1日のツーショット写真会撮ってるからよろしくだよ。嘘、アック先生と写真が撮れるの9月1日？うっそー、嬉しい。9月1日横浜だよね、横浜だよね、9月1日って。いや、ニワトリじゃんけ。ニワトリとニワトリアリサと撮れるよ、アック先生キューン。
福ちゃんに教えてもらった一番可愛いポーズツイッターのヘッダーにしました。あーそう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 、写真会のね行くときに福ちゃんにおすすめのポーズあるって聞いたらね、アリちゃんは可愛いからブリッコポーズして聞いてそうブリッコポーズがおすすめって福ちゃんに言われたからね、それは結構やってた。ツーショットのときに宿に持ってっていいよカモンカモン次はコッコつけてくれるかなつけてくれるさ。ワロタポーズすいません、いやワロタポーズ初めて、あやちちゃんだけだった、めっちゃおもろかった。ワロタティン、ソラハにまたノープランできたんやろって言われるから、いやおもろい。でもソラハは関西人だからめっちゃ喋るやろ、めっちゃ喋るやろソラハ。女の子の割合多い気がするよ本当に。嬉しい、嬉ピー嬉ピー。握手会楽しすぎてサステナブルポチポチしました。やったー、翔平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 って呼べるようになったよ翔平さんって呼んでたけど目いいよ、手振って見えた、レーンのところから。ありがとうございます。かもなく不可もなく、そうそんな感じ。ヒゲを剃ったので名前変えてみました。ヒゲ剃かん、ヒゲを剃ったヒゲのマサさんめっちゃおもろい、ありがとう。あーしゃんおらんかったね、ほんまよ。ココアに聞いてくださいあーしゃんおらんかったんかな。ココアの妹今年はサードシングル来てくれなかったかなぴーかなぴー、アーシャン来なかった今回、お前忘れとったんかなティーン。アリサ推しやめたんかなアーシャン、アリサ推しやめたんかな。わはは、 SA 女性の花が増えてると思います。嬉しい。たっちゃん初見です、ありがとうございます。ダララン ST48 広島県出身14歳、アリちゃんことミニオシャリサです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローお願いします、よろしくですアリコ族の方と仲良くなれたのが一番の収穫でした。おーよかった、みんな仲良くなってておもろかったさすがだと思って、ニワトリ相手のファリベ学生やったー先生ありがとう。ツーショット撮れた、なんか思ったより背が高かった、ツーショット。でもね、あの2日目浴衣の時のツーショットはね、台をね持ってきました絶対台いるやろって言われてからね、2日目の浴衣の時のツーショットは台持ってきてもらったから、そうちょっと高く見えたかもしれないすまない、あれは持ってます。ワルトポーズソロちゃんの撮ったアリサ、アリちゃんさんはこれだって本当におもろい。ソロハたまに口そう言ってた自分でも、ソロハは関西で一番口が悪い地域に住んでるからそんなとこあるんですか、関西で一番口悪い地域に住んでるらしいですよどこやねん、同じ兵庫だから言葉通じるねん、言葉通じるねん、おもろい、関西弁教えてほしい、めっちゃかわいい。ルルルルルこんばんは、なんくんだなんくんだ、こんばんは。あ、TMFM さん握手会でお話できて楽しかったです、つい名乗ってしまいました。いや名乗ってくださってありがとうございました、やっとあのショールームの名前と顔が一致しましたありがとうございます。まひちゃんのお母さんっぽい人は来てた、嘘。あでもね、ありさ葵ちゃんのママに会ったんだ内緒だけど内緒、めっちゃ小さい声でね、葵ちゃんのママですって言ってくれた、えーってめっちゃびっくりしちゃった、めっちゃ綺麗な方でした、お美しいですねって言ったんですよ最初に、最初に全然知らなくて、お美しいですねって言ったら、葵ちゃんのママですって可愛かった言ってくれて
可愛かったですね。トゥルルルルトゥルルル。緊張持ってたでしょ。絶対ダイルやろうって言われてから。すいません、お願いしますって感じで。治安悪すぎるな。どう、そんなあるん。だやってよかった、だやってよかった。確かに。ちゃんこさんはアリンコ族のど真ん中で話している。ウケる。それは面白い。だったか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 だったら。関西弁教えるから広島弁教えてな。オーケーイ。でも広島弁さ、自分でわからないんですよ。あんまりジャケしか知らない。好きジャケとか、好きやねんでしょ。好きやねん。君が好き。あんた好きやねんかね。関西弁は好きやねんやけど、広島弁は好きじゃけーで、ほいじゃけーみたいな、じゃけーん。それしか知らないんよ。あとはもうね、なんか染みついたやつが出とるけーさ、広島弁と思ってなくて喋っとるけーさ、よくわかんない。広島弁何がある。あと全然普段使わん広島弁とかあるよ。たわんとかはね、もうあんま言わん。ほんまに言わん。届かんのことをたわんって言うんですけど、あとたまげたとか、たまげたとか絶対言わんやろみたいな。それはおじいさんが言うやつですね。こんばんは、こんばんは。色紙の写真アーシャでない、残念。あ、色紙。いやでも感謝状がアーシャだったからね、ほんとびっくりびっくり。広島弁分からんよね。たわん言わんもん。そう、広島弁教えてって言われて、好きじゃけーしかないよ、ほんまに。ハブテトルン、あ、ハブテトル、あ、確かにね。ハブテトルって使いますか。そんなハブテトル人民系さ使わんのよな。たわんって言う、マジ。たわん使う、普通に。たわん、あまり使うときがなくない。お、たまげー、たまげた、めっちゃ嘘だ。絶対嘘でしょ。たまげたって、たわんってめっちゃ使う。嘘。え、なんくん広島の方なんですか。なんくん広島人なの。初知り、初耳学。今度握手会で使うわ。たまげた、たまげた、たまげた、私も使いよね。たまげた標準語ちゃう。嘘、嘘だ。広島弁じゃないの。たわんって使う。あらら、たわん使う。感謝状いいよ、本当に。感謝状はアーシャだったけど、サインを書く色紙はアーシャじゃなかったね。大好きな人の一緒だった。2期生に応募したよ。上手うおさん、上手うおちゃん。こまい、あ、こまいとか使わんよ。小さいって普通に言ったらよくない。こまいとか使わん。K ってつけるのは広島弁、なんとかする K みたいな。それはあれですよ、ジャケーの、ジャが省かれたバージョンですよ。そう、今から走る K みたいな。それは広島弁ですね。ゴリゴリの広島。そうやった。広島のなんくんなんや。へえ、おったまげー。タワーめっちゃ使う。うっそー、タワーも届かんですね。ジョキエが基本じゃない。屋根こい、屋根こい、屋根こいって何。サイン書いてから言葉が嬉しすぎて、本当に嬉しい。ちっこい、こんまい、あ、ちっこい、こまい、こまいは言わんよ。ばあちゃんとかが使う。こまいね、あんたこまいねみたいな。ばあちゃんとかが使う。現代人は使わないや。え、こまい意味違う。嘘、小さいじゃないん、こまいって。あんたこまいねみたいな。小さいじゃないですか。ブチ好きじゃけ、ブチ。でもブチって山口も使うんでしょ。
似てるからね、山口も広島も岡山も似てるとこがあるからね、難しいよね、広島だけっていうのが。ビャンキャビャン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 。とりあえずビール、たちまちビールで、あーたちまちね、確かに言うわ、たちまち。とりま、でも最近はとりまだからね。そう、その広島特有のさ言葉がさ、あのギャル語にさ変わっとるけんさ、ほんま最近はダメだよね。たちまちや広島弁だけど、もう今の若いみんなはとりまーって言うじゃん。とりあえずのこととりまーって言う、とりまーとりま遊ぼうみたいな、とりまして遊ぼうみたいな、とりま使う、そう。みんなとりまって使うよ。言わないよ、嘘言うよ。とりまー、とりま歩かんみたいな。止まってからさ、そう今からどこ行くみたいな考えあるときに、とりま歩こうみたいな。とりま前進もうやみたいな、言うくない？たちまち広島弁じゃない？トリマーじゃないよ。トリマーよ、トリマー。リンゴちゃんテレビに出てる？リンゴちゃん？リンゴちゃん。トゥルルルルル。トリマー言わんな、うっそー。まだだ、みんなダメだな。まだまだだ。トリマー使う、トリマー使うよね。最近の子は使うよ。とりまとりまー、もう7時やんけ。もう1時間も喋ってたん私、やばいね。アリサの方言好きだよ、本当にありがとうございます。番組表にアリサの名前あったけど世代出てる。それもうやばくない？早くないですか、番組表すごいですね。どうでしょう、内緒内緒。まだ内緒、もう番組表に出ちゃってるの、アリサの名前。やばいやん、コメンテーターで出るんかもしれんし、お天気お姉さんかもしれんじゃないですか。そう、みちの代わりにお天気お姉さんかもしれんやん。まだ分からんよ。たんたん、言わん言わんみたいな、オタク用語は使う？言わんってオタク用語なんですか？オタク用語って何？何があるの？リポーターアリサって書いてあるよ、リポーター。オッケー。そう、まださ収録撮ってないんですよ。そう、そうまだロケ行ってもないのに書いてあってびっくりしてる、アリサも。そう、まだロケ行ってないからさ何も言えないんですけども、楽しみにしておいてください。嬉しい、そうまた呼ばれたの。嬉しい。オッケー、オタク用語まとめ出しやら、まとめ出し。ウッケーやな。そう、フライングしすぎよ、ほんまに。ほんまにフライングしすぎとる。ウッケー、ウッケーは流行ってるよ、コウコちゃんとかがよく使ってる。ウッケー。ウッケーウッケー。まとめ出し連番とか。あの人と連番とか DD とか、なるほどね、DD とか。メンバーの方言映らんで、嘘、映るよ。アリスは関西弁が好きだから関西弁ばっかり耳に入ってくる。なんか関西弁が好き。なんでかな。ループとか、そう、ループとかやね。ループか、ループかまとめかみたいな、まとめ出しかみたいな、どっちがいいみたいな。トップオーター、 TO は知らんかった、アリス最近知ったもん。トップオーター、その人のトップオーターのことを TO っていうの最近知った。トップオーター、おあげ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 、ガチ恋ガチ恋、なるほど、確かにオタク用語めっちゃあるな。それは面白いわ。じゃあそろそろ7時5分になってもうてるので、なってもうてるので、七並べやりますか、七並べやりますか、七並べ、ループループループ、
俺がマリナ TO だぜ。はい。すぐ釣られたな。みーちゃんとこに行ってたんでしょ、直也くん。みーちゃんとこに行ってたのを手振ったら来てくれたよって言ってたマリナが。めっちゃちょろいやんってソルハが怒ってたよ。平次さん暑いね、ありがとうございます。ありがとうございます。関西弁だとは知らなかった。ソラハちゃん、ソラハゴリゴリやね、ゴリゴリ。ありがとうるぶー、ありがとうるぶー。めっちゃ言われてきた。そう、マリナが直也くん来たよって言ってた。面白かった、笑ってしまった、ごめんね。笑ってしまった。松岡花さんの T、 あーココちゃんね。でもさ、あれじゃない、あのクイズ間違えたくない、妹押しで TO トップの座をかけてみたいなクイズしてたよね。じゃあ七並べは10分に押したいと思います。また5分後の5の倍数だったっけ、5の倍数で始めるので。よろしく。了解しました、よろしくお願いします。10分になったら押したいと思います。5の倍数です。おきちゃんと対戦した、お、いいね。青春トレインめっちゃハマったんですよ。そう、月曜日、あの土曜日にやってるんですけど、ラストアイドル見れなくてさ、夜遅かったから。そう、今日早速見たら、いや、かっこよかった、やばいね。満足か、タンタラ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 タンタタン、タンタラタンタラタンタンタラタンタンタラタンタンタンタラタン。いや、マジかっこよかった。B メロでから、そう、あのコメダミーナちゃんっていうアリサのお友がねセンターに来るんですけど、かっこよかった、やばい、尊敬。なんすかそれ。ラストアイドルのね新曲なんですけど、いやマジで、あの知ってますか、あの富岡高校、あのバブリーダンス、タルルタタルルタルルタタルルタルルタタルル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 タル振り付け師なんですけど、いやめっちゃやばい、かっこいい、やりたい。アリさんも、トゥントゥルルントゥン、もう忘れたけど、トゥレイ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 ソラハ登場、嘘、お前やソラハやん。待って、あと8、7秒、5秒前、5、4、3、2、1、ポチ、押しました。ソラハが来てたけど全然気づかなかった。ソラハやっぱ普通にファンの人に見えるよね。本物のソラハが来てた。押し忘れなかったよ、押し忘れずに2票。2票も入れないで。入れないでよ、やばいやばいやばい。マサさんだ、アリサ推しはマサさんと天の弱さん、対戦よろしくお願いします。青春トレイン大好き、やばいよね、きょほい、やばい、全然出せないよ、全然出せない、やばい。絵でも描く。これ画家さんみたい、かわいい。ショールームでギターやってる、すげえ。トゥントゥルントゥ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 
当にレッかっこいいんよ。列を乱さずダダ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 満足か。インダイダンダラダンダラダンダラダンダンダラ。もう歌詞が良かったんやけど忘れたもうた。いや神曲やねあれは。頭から離れない。タンタラランタランタンタンタン。タララ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 ラ。トレイントレイラストライドのハネゼースさん、足の田萌さん、神押し、熊本明太子さん、ありがとうございます。やばいですよね新曲青春トレイン見ましたそれ見たかやばいですよね。ラストライド私も好きほんまに。いやなんかいい経験させてもらっていますよねラストライドさんいいな。タラララタ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 ン全員やりそうだった。うっそん。わたぴはミュウミュウ推しの方とも当たったやん。2位ゲット、2位ゲットしました。永遠の小学生べっぴんありさちゃん初見です。誰が永遠の小学生やねん。クルミネルさん、クルミネルさん絶対嘘だ、知ってるもん。なんで知ってるんやろ。クルミネルさん読んだことある気がする。ST 法って言った広島県出身のありちゃんこと峰吉ありさです。よかったら右上のハートをポチッと押してレームハローよろしくお願いします。イエイ。次は15分に押しますので準備してください。皆さん青春トレイトレイどうするんだ。あれって発売日いつなんですか。青春トレインもう発売された。わかんない。青春トレイン顔が小さくてツーショット見返すと嘘。全然嘘や、顔小さくないよ顔どうやったら小さくなるんやろほんまに顔小さくないからほんまにマリナと並んだらやばいもんマリナの顔の小ささかわいい。あと1回でハピネス。おハピネス、あと1分です。小学校いつ卒業した。3年前よ。もう3年前です。もう発売されてる。嘘ほんまに。買いに行こうかな。センチメンタルトレイン、センチメンタルトレイン、センチメンタルトレインかい、そっちかい青春トレイン9月11日。あーまだなんだ、もうちょっとだね。9月11日なんだ。あと30秒後に押しまーす。テンテレテンテレンテン。つっこんで、や騙されそうになったほんまに。あもう発売されたんやと思ったらセンチメンタルやった。センチメンタルトレインズコーン。懐かしいね、最近やらないから忘れてきちゃった。ああと10秒前です。10秒前9 8 7 6ゴー、アヨン、アサン、アニ、イチ、スタート。オッケー押してました。違いすぎる、嘘つけ。アルカちゃんもちっちゃかったよ。ツッコミもできるやつそう、いつもはボケてるけどね。ボケてるつもりはないんやけどね。そう、なんとなくアリサとマリナがボケ担当で、ソラハがめっちゃ突っ込む担当になってる別にボケてるつもりはないんやけど。イエーイ。お、道推しのソリオさん、モトキちゃん、柏木まさきさん、イエーイ。アリサ推しにしてくれてる柏木さん、イエー、センキュー、めちゃらぽ、イエーイ、ありがとうございます。当たらん当たらん。あやさちゃんの歌声確認できませんでした。嘘、何のやつですか。何の曲やろ私の歌声。あご担当じゃない。あご担当で、あご担当だよ。いきこさん、やっほやっほー。
柏木さんこの前めちゃくちゃ当たった。柏木さん当たった。今回も青春トレイントレインどうするんだ、トレイントレイン、このまま楽して大人になるか。この曲覚えたら歌いたいね、ショールームで。ショールームに入ってんかな。あ、まだか、発売してなかったんやった。やっほーい、某メンバーのお姉さん美少女天使だったよ。誰だ某メンバーのお姉さん。へえ。ともちゃんやっほいやっほい。次の握手広島の三都市な気がして悲しくなってる。広島の三都市っていつだったっけ。キャッ、出してって言われてる、すいませんでした。大好きな人、あ、大好きな人はね確認できんかも。全員歌にそう4人ぐらいで歌ってるけ同じところ。あ、やばい、またジョーカーが使えなくてさ4位だ。反則負け負けちゃった。4位だ、悲しい。アゲリシャス、アゲアゲリシャス。10月そうか、まだまだや。10月はカナピー、ミネオシアリサちゃん14位でした。4位。仕事終わった。夏香ちゃんおつおつおつ。柏木さん対戦したよ、ラッキー。柏木、アリサ推しの柏木さんね。AKB さんじゃなくて祇園のイオンですね。そう、祇園のイオンやね。いろいろ握手券ついてる。そう、夏香ちゃん嬉しい、ありがとね、ありがとうね。対戦ありがとう、まさきさんありがとうございます。次は20分、祇園の時は15歳だ。あ、ほんまや、そうですね、15歳だ。広島イオン多くね。あれね、三都市はいつもイオンじゃない。なんか広島といったら祇園のイオン、祇園のイオン、祇園のイオン。ポテトグループお子ちゃま選抜センターで無理でしょ。無理でしょ、何言ってんの。あと1分で押します。いいですか。トレイントレイン、どうするんだ。夢見る15歳。ドゥ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 、はい、ドゥ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 、はい。夢見る少女じゃいられない、はい、ドゥ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 。午前0時の交差点、ダダ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 。そこしか知らん。あと20秒後で押します。7並びはいいですか。19分で押しちゃった。あらら、あらら。10秒前、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、落ちたな。押しました。午前0時の交差点、お打っている。